皆さんこんこにちは経営コンンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞公読視聴規約ということでねここで動画を止めていただきまして、えー、ここに書かれている規約第1条から第 7, 7条ですね、えー、大きな画面で全てお読みください で一語一句ね、えー、細かく読んでいってと、ても重要なことが書かれています。で、一つでもね、承諾できないという文言がありましたら、えー、ここでこの動画を止めて、他の人の動画を見てください。すべて承諾して構わないという方だけですね、この後の動画を見ることができます。それでは行ってみましょう。2019年3月13日水曜日、暗号資産、草コイン、中野研究会。 今日のね、千葉県松戸市はね朝からむちゃくちゃ晴れてましてね朝一番で18度ありましたからねすごい暑かったです日差しがすごい暑かった強かったので洗濯して干しちゃいましたね,ね今2回目の洗濯機回ってるところですはい、で、ベランダにも干してありますそれでね、やっぱり車乗るとね、暑くてねエアコンかけますねエアコンかけないともう乗れないです ハンドル暑いしね、家の中もね暑いので、えー、T シャツ1枚でね、えー、仕事してるって感じですね、あのー。もう夏ですね、春じゃないですね、夏です。はい皆様の、えー、住んでる場所ね、どんな感じになってますでしょうか。今ね、午後2時のですね、2時41分なんですが、ちょっと曇ってきましたね。 持ってきたんですが、まだまだ晴れてるって感じですね。はい、それで今日なんですが、まあ、先週のじゃなくて、えー、今日の本日のですね本日のドル円仮想通貨マーケット分析をまたやっていきたいと思います、えー。東京オリンピックバブルが終わり、世界経済の失速が本格化する可能性があるということでね、まあ、朝の NHK ニュースでもやってるしね、えー、あと、も,もうさてジャーナル、<laughs> モーニングサテライト。 テレビ東京のもうサテジャーナルでもやってますけど、世界経済の失速っていうのが本当に本格化してますね。特にアメリカの <laughs> ニューヨークダウですね、あとは日本の日経22 5なんかっていうのはね、一気にドーンと下げて、ちょっと上がるけど、またドーっと下がっていくということでね、損切りしようかな、どうしようかなって言ってるうちに、どん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 、えー、巻き込まれてしまってですね。 損切りタイミングを失って、おいしょおいしおの、えー、ひどい目に遭うということなので、ある一定の価格に来たら、もう損切りにしないとね、あとんでもないことになりますからね、株はね。株は大変なことになりますから、おいしおがあるからね。まあ、FX もおいしおがあるんですが、その前に強制ロスカットがあるんでね、まだいいかと思いますが、株はおいしおですよね、信用取引だとね。 うん、まあ、あと、現物でもですね、まあ、大変なことになるので、早く損切りした方がいいと思いますね。うん。はい、ということで、行ってみましょう。まずは、XM の MT4 でですね、ドル円ですね、まあ。ドル円以外、もうやる気ないんだけどね、他のポンドとか、ユーロとか、まあ、ポ,ンドとポイントユーロとかね、ポンドドルとか使うと、 まあ、あっち行ったりこっち行ったりするからね。まあ、わずか10分で100ピープスとか200ピープス動いたりするから、まあ、殺人通貨だよね。大、ま、体、あ、いいポンドなんてさ、ポンドなんて実,実需がないんだからあの <coughs>、ポンドなんて誰も買わないわけですよ。誰も買わないから、あ,のあれなんですよね。スカスカなんですよ。えー、予約が。注文とか売りの予約がね。 買いも売りもね、予約がスカスカなので、ちょっとでも動くとね、スコーンと動くわけ。その間、何の注文も入ってないから。でもね、ドル円というのは、あの1日200兆円の売り買いがあるから、ものすごい注文入ってるんですよね。だから動かないんですよ。だからちょうどいいんですよ。はい、ということで、これはね、ドル円の突き足ですが、いろいろね、線書いてありますが、全然動いてないと。で、トランプ大統領が <laughs> 就任した後ですね。 えー、上下の幅が10円以内10円ぐらいまあいわゆる1000ピープスのレンジ内で動いちゃってるのであのー、ちょっとねまあどうなるかなと思いますがただしねチャンスっていうチャンスなんですよねなぜかというとあのー、これ新しいんですけど、ね チャンスなんですね、そろそろ大きく動きそうなので、そろそろね、大きく動きそうなんですよね。えー、これが突き足ですね、ドル円の。で、大きく動きそうですね、これね。こうですよね。いや、ここじゃないな、ちょっと待ってください。ここでいいか。 ここでもいいのか、うん、それともう一個がここですねこうですねんこんな感じですかねんんそろそろね大きく動きそうですね はい、センター、あの、フラあの、ペナントフラッグのですね、先っちょに来てますから、世界中のヘッジファンドが注目してますね。だから、えー、例えばレンジ幅は今、ここもですよね。これ分かってんですけど、114円50銭ぐらいなんですよね、上がね。そして、下は、 まあこれ、突き足ですよ。あの年金機構とかヘッジファンドの大きいやつですね。10兆円単位で入れてくる人たちはどうしてるかというと、ここ、多分この間のレンジをブレイクしたら入ってくると思うんですね。だから、もちろんその上ですよね。114円。 また115円ぐらいから入ってきますね、上はね。上は115円ぐらいから入ってくる。で、下は、これが105円だから、100、そうだな、104円ぐらいから入ってくるんじゃないですか、これ。104円ぐらいから入ってくると思いますね。うん、下は104円。上は100、そうだ、114、115、116円ぐらいかな、上は。 うん、116円ぐらいから入ってくるかな。入ってきますね。110、そう、100、115円50銭から入ってくるかな。下は、100、そうだな。下は110、104円から入ってくるかな。うん、そうですね。そんな感じだと思います。だからすごくドーン、上に行くんだったら上に行くで、まあ、かなり動きますよね、これね。どのぐらい動くのかな。 この辺から入ってくるとしたら、あ10円は1000ピプスは動きますね。1000ピプスは動く。だから100万通貨入ってれば、1000万ですね、えー。下抜けはもっと大きいと思いますね。下抜けはこの辺までいっちゃうから、100万通貨で2500万いきますね。2500万いくとか1000万通貨だったら2億5000万か。上が1億4000万くらいか。 うん、で、まあ、こう、ペナントフラッグつけてるんで、上かなと。上行くかなと思いますね。これはね。このまま上行くと思います。で、下行くと思いますね。で、まあ、先っちょまで行かないから、先まで行かないので、まあ、途中で、ストーンと落ちるか、スコーンと上がるか、どっちかですね。うん、綺麗なペナントフラッグですね。これがちょっと上つかなかったけど、あとちょっとでついたんだよね。 うんこれもついてないけどね、全然ね。まあ、下はついてるね、でもね。まあ、ここら辺はあれか。うん、いいのか。こうやって来ただけか。で、こうで、こう来てるよね。で、これ上で、下だね。で、あと少しですね。あと少しで、上か下のどっちか行きますから、世界中が注目してますね、今ね。チャンスです。多分、 世界中の投資家が今、か、固唾を飲んで見守ってると思いますね。うん、まあ、ものすごいお金をここら辺に、まあ、あの予約をかけてる、仕掛けてると思いますよ。このレンジをブレイクしたら、ものすごい爆発が起きると思いますね。上なら上でムーンですよね。下なら下で、<laughs> ものすごいパワーが発生すると思います。 でじゃあ今今どうなのかというと、冷やしですね、これね。これが年末の下げで、これがフラッシュクラッシュ1月3日。で、順調に上がってきたと。で、これですね。ちょっと、えー、レンジ幅が上下に動いたかなって感じですねで。上限がここら辺ですね。 で加減がここですよね、うん、ここです、ね、でことこの間は、えー、どのぐらいあるかというとあ6870ぐらいあるんですね69か70ぐらいありますね 70ピープスあるから、まあ、逆張り、逆張りのレンジブレイク狙うか。うん、まあ、ちょっとね、あの <coughs>、草コインジャーナル、草コイン新聞を購読している人たちにはちょっとお話ししたんだけど、まあ、レンジブレイクを狙うやり方には 2, 2通りあるんですよ。まあ、いわゆるストップを使うやり方ですよね。 まあセルストップとか、バイストップを狙うやり方で、レンジをブレイクしたら、もちろんこのレンジがありますよね。レンジの上を狙うわけですね。だからこれ、非武装地帯があるわけですよ。こう NDZ が。DNZ、あ、非武装地帯があってですね。え DMZ があるわけだね。これね。だからここを、まぁ25ピプスぐらいに設定すると。えー 25ピプスに設定すると。もうちょっと下かな。まあちょっと、この過去のチャートのここら辺当てはめると一番いいんだけどね。この辺かなはい。だいたい25だったらちょうどいいんだよね。まあ、この辺ですよねこの。このぐらいですよね。うん。で、ここは非武装地帯なので、こう上、上、上抜けても、まあ、騙しで戻ってくるとき十,十,十分にあるのでね。まあ、十分に、 もう少し余裕持とうかな。この辺しよう。上にね、あの、魂で引っかかって下がってくる時があるんだよね。<laughs> だから十分に、その、えー、非武装地帯を十分に取らないといけないんだけど、あんまり取りすぎると、えー、あまり利益が乗らないと。いうことなんだけども、これぐらいかな。まあ、ここからエントリーするわけね。 こ,れここがレンジだから。レンジ上限だから。レンジ上限で、あの、エントリーしちゃダメですよ。もう戻っていくからね。レンジは基本的にこれジグザグだから。だから上限を上抜けて、まあ、25から30ピープスぐらい上行ってからですね。騙しがあるから引っかかんないようにしないと。またキューッとこうやっていくからね。で、上行くと。そして上抜けたら、今度まあ、加工チャートを見ながら、 まあこの辺ぐらいまでやるからとかねうーん思うわけですねでこれがいくらかというとまあ、40ピプスかそうですねだからまあ普通50ピプスぐらい狙うとこれがそうですねここの非武装地帯が25でここの利益が50で50ぐらい狙っておこうかそうすると こうですよね。まあ、これが50だとしてね。50だとして、まあ、50ぐらいですよね。50だとして、50ですよね。これ25だから、1対2なんですよ。で、ここでエントリーして、ここで決済と。で、じゃあ損切りはって言ったら、ここですね。ここ。もちろんここはレンジ上限ですから、ここまで来たら、えー、まあ、損切りですよね。まあ、レンジブレイクの、 じゃなかったと。まあ、引っ掛けだったと。騙しだったということが、このレンジ内に戻っていったら分かりますからね。そうすると、ここの、まあ、リスクとしては25ピプスのリスクになると。損切りリスクが25で。利益が50なんで、1対2の、まあ、リスクリワード、1対2ですよね。そうすると、バルサラの破産確率表、1対2ですよね。で、バルサラ見てみようか、ちょっとね。 えー、バルサラ。かなんか適 <laughs> 当にやっちゃダメで、バルサラの破産確率表を見てですね、もちろんこれ全部読まなくちゃダメなんだけど、リスク、ペイオフレッシュをですね、リスクリワード、ペイオフレッシュ、損益率1対2なんで、2ですよね。2の場合は、 えー、勝率2だから勝率を60%まで持ってこないと勝率をねあの60%に、ま、持ってこないと、まあ、破産,産6ね、ま、持ってくれば破産しないいわゆるこのままずっと FX やれば億万長者になれるよってことですね破産確率が0.9でもあればあの億万長者にはなれないですからね だから、勝率60%あるかどうかなんですよ。難しいよね、これね。たいまあ、上、<laughs> 上か下かっていう。難しいんですよ、これ。リスクがすごいあって。まあ、上まで行っても、だから、ここでエントリーだから、ここでエントリーして、ここの、ここまで来なければ、すべては失敗なんですよね。だから、ここで25まで来て、 あと50だから75ピプス。レンジをブレイクしてから75ピプス上まで行かなければ、すべては水縄なんですよ。すべて1ピプスでも手前で戻っていっちゃったら、あの、リスクなんですよね。そうするとどういう確率論になるかと,うと。75分の74。75分の74なのかとか、いう話になるよね。75分の75。 たった75分の75のその1個だけが正解でねあとはもうダメですよというふうになるのかどういう確率になのかっていうのは、えー、私の方でねいろいろ試してようやく分かりましたでここで途中でエントリーして、えー、ここ50ピップス取れなければねじゃあダメなのかっつうと、まあ、そうでもなくて、まあ、途中で裁量決済してもいいしあのー トレーリングストップね。これの、あ、これじゃねえか。えー、あ、これかトレ。トレーリングストップを設定しててもいいよね、うん。ただ、トレーリングストップを設定するのにも、実は罠があってですね、えー、下手なところで掲載されちゃうんだよね。こういうところで掲載されてしまって、下がるとね。で、 損切りにかからないまでまた上行ってきちんと決済価格まで行くという時もあるから、じゃあそのトレ,トレーリングストップの <laughs> 設定値をいくらに本来するべきなのかっていうのも、えー、ここはね、純粋数学でですね実、実はあるんだよね。純粋数学理論であるんですよで。非常に難しい。難しいながらも実は、リスクを非常に抑えた状態でですね、 えー、この FX の IFO をですねあの確実にゲットしていくっていう方法を編み出しましたでまずは1つ目としてはこうレンジブレイクしてからいくというのとリミットを使ってからいくっていうのがあるよねリミットっていうのはこの逆張りだから下行って下行って上抜けすることを前提に、えー、ブレイクをぬれていくと で、上行ってね。で、下来ちゃったら、プラマイズゼロだから。で、下に、まあ、25ピプスマイナスのところに、損切り入れておけば、ここと一緒だからね、リスクは。その代わり、取れたとき、レンジブレイクをしてね、ここの加減からいっぱいいっぱい取れたときはですね、えー、<laughs> この場合だとね、ここからこの間がね、ここからこの間が70あるでしょ。70と、この非武装地帯の25、あと50が全部取れるんですよ。 だから、これが50度25で75でしょで、ここは70だから、145ピプス。145ピプスが全部取れるわけだよね。145だよね。約ね。145ピプス中の、レンジ、えー、っと、えー、ここが25のとこだよね。十五度これがリスクですよね。だから、175分の25。 リスクが25に対して、リワードが107、え ?145 だね。百七0と、25と50だからね。えー、だから145。どうなるかというと。計算しますよ。えー、そうすると、1 4 5二2 5ですね。 5.8ですね。で、リスクリワードが5.8まで上がるんですよ。さっき2位でしたよね。2がね、5.8に上がるんですよ。ペオフレッシュを、損益率がね。そうすると、これ3位よりないんだけど、どっかにあるはずなんですね。他のホームページにね。で、5.8って言ったら、ほぼほぼね、あのー、これ勝率が3割。3割でも、全然大丈夫。ただひょっとしたら2割でもね、 勝率2割でも5回のうち4回失敗してもね、5回のうち1回、<laughs> まあ10回のうち2回成功すれば億万長者になれるんですよ。で、このバルサラの破産確率表って非常に重要で、そこをね、やっぱり計算していった方がいいよね。そしたらレンジブレイクも、についても、まあ、逆張りのリミットを使ったレンジブレイクの方が、えー、全然、 リスクリワードの意味で全然いいからリスクリワードがいいってことはバルサラの破産する確率が非常に低い逆に破産しなければ億万長者になるだけだからそのまま同じルールでやってれば億万長者になるだけなんですよあとねだから、えー、そこら辺は、えー、草コイン新聞を購読してくれてる人だけに教えお伝えをねこれからしてゆっくりゆっくりしていくんですけどねはい まあ,そうあとはあれなんですよね、買わせに、替に為替先物ないけど、まあ、オプションがあるんですよね。あの為替あの株に先物ってあるでしょあとは商品先物あるでしょ先物っていうのは、まあ、いわゆるあの金融派生商品でデリバティブなんだけど、そのデリバティブのデリバティブがあるんだよね。あの先物の,の派生商品があって。 それがね、あの、オプションなんですよね。先物オプションなんですよ。んで、為替にはオプションがあるんですよね。だから、オプションを使って、とか、オプション単体での取引、または、オプションとその為替の取引を使うと、もっとね、とんでもないことができるんですよね。ほとんどリスクをヘッジした形での、えー、リワード、まあ、利益を取ることができる。まあ、いわゆるさ、そのヘッジファンドがやってるやり方ですよ。<laughs> そう。 <laughs> それで FX 系 YouTuber の人はもうやってないですね。もう現物しかやってないでしょ、FX。為替現物しかやってないでしょ。上か下かしかやってないでしょ。だからオプションを組み合わせて、えー、あバイナリーオプションのことじゃないけどね、オプションを組み合わせてやっていけば、リスクを非常に抑えた形で、リワードを取れると、まあ、利益を取れるということなので、 あのなかなか皆さんいかないじゃないですかその100万200万500万1000万ぐらい利益の乗っても1億5億10億50億100億って利益伸び伸びます途中で伸びなくなるじゃないなぜかっていうものを考えていただいてまあちょっと緊張しちゃうくらいなんですよねそこはえーオプションとね先あのデリバティブ取引と,と組み合わせてですね やっていけば、非常に安全な形で利益を伸ばすことができるっていうことを、えー、最近ですね。あの、まあ昔、昔から知ってたんだけど、それどうやって説明するかが問題だったんだよね。教えた時ないから、自分でやってるから、もうずっと。はい。ということと、あとは、あれですね。 えー、そうだな、今日はちょっとまあ、為替については、オーダーとかもあんまり見ないで、そうですね、13月,月13日、オプションは14日、明した、うん、これも14日ですね、オプションね、まあ明日動くんでしょうね、明日オプションの償還日。 最終日、明日、明後日動くんでしょうね。やっぱ、だから木曜日、金曜日。いつも、こう、金曜日クライマックスにしますからね。えー、クライマックスにしますから、金曜日ね。木、金が動くんですよ、いつも。月火水は、ちょっと、立ち飲むって感じかな。まあ、金融、トレーダーの人はあんまやってないですよね。ダ、う、ラ、ん、だラして終わりかな。お、oh, どうも、ァッツアップ、ァッツマー、みたいな感じで終わりですね。はい。それでですね、 あとは、だからコンパスを見ると、もみ合いですね。もみ合いですよ、と本日はね。ドル円はもみ合いということと、はい、あとは、ファイナンスですね。ヤフーファイナンス見ると、日経平均は、うわ213円45銭安ですね。んちょっと待って。218円44円安ですね。 ニューヨークダウンは96ドルです。ですね。まあ、日経平均は、ちょっと、あの考えもんですよ、これ。うーんあの上がったり下がったりするって、喜んだり、なんか、いや、いけるいけるなんて思ってると、バッチ当たり立ちますからね、これ。ダメなものはダメだと。ダメなものはダメなんだと。うん。一体下がったからさ、まあ、これだから、為替と同じような動きしてるけど、 ドルと同じような動きしてますけどね。うん、弱いよね、やっぱりね。2万円割ってくるんじゃないですかね、またね。厳しい、<laughs> 厳しいですね。うん。アメリカの金利下がってますからね。ドルの金利がね。ちょっと危険ですね、ちょっとね。あと仮想通貨なんですが、あの、 まあ動いてない、安いっていうからね、じゃあ何もしなくていいのかっていうと、そうじゃなくて、安いから買うんでしょうと、安いから買い時でしょうという、まあ、ポジティブな考え方をね、持つ人が、やっぱ最終的には勝つのかなと思ってます。安い、安い時に仕入れんだよね。安く仕入れないと高く売れないから、うん、<laughs> あのー、利益出ないから、高く仕入れて、 さあ高くなんて売れないでしょそさらに高くなって売れないからだから安く仕入れられる時に今仕入れちゃいっていうのがいいかなと思いますよね、うん、だ全然動きないし誰も世界中の人全然見向きもしてないかもしれないですねこういう時に、えー、目立とう人はですねやっぱ買うんですよね勇気を振り絞ってっていうかね あペペキャッシュまた上がってきたね。しぶといね。もうこれ下がったのかなと思って、ここら辺まで。やっぱりダメじゃんと思った。<laughs> 目立つね、やっぱりね。ここ、2017年末ですよね、これ。2017年12月8日、6日、5日。これ目立つよね。ここら辺ずっと落ちてきて、ちょこっと去年の4月21日あったけど、ずっと下がってきて、これ何なんだと。これ何なんだと。 で、ここまで上がったけど、下がって、や上がってきてんだよ <laughs>。上がってきてんだよ。あ、ここまで下がってたから、ここで買えばよかったかな。うん、やっぱり一瞬の判断ミスがあれですね。金融っていうのは左右しますね。やっぱり、守護霊のおじいちゃんおばあちゃんが買えって言ってる時に買わないと、お金持ちになれないのかなと。また痛感した次第ですね。 うーんまあ、あとは、コインマーケットキャップをちょっと見ようか。少しだけ見ますが、コインマーケットキャップですね。まあ、仮想通貨投資始めるなら、コインマーケットキャップから始まって、コインマーケットキャップで終わるって感じですね。はい。まあ、時価総額が14兆9000億円ですからね、すごい低くなっちゃった。<laughs> 一番良かった時は90兆円ありましたからね世界のお金入ってましたからずいぶん減ったかなとずいぶん減ったかなただ43万5000かビットコインはまあまあいいですねで全てを見る押してちょっと待ってくださいねこっち時間かかるんでここにあるそれ2000ぐらいあるからねあの取引所に上場してる仮想通貨はね ちょっと違う感じですよね。はい。ちょっとお待ちください。まあ、皆さんも仮想通貨ね、たくさん持ってると思いますけれども、たまにね、チェックしてください。仮想通貨ね、まあ、取引所が1万6244箇所もあるからね、もうドル円とか株式とかそんなないから、世界中でも。そんな市場ないから。<laughs> もう仮想通貨の数は2104あるね、上場してるだけでね。上場してないのに入れたらもう、 星の数ほどありますよ砂の粒ほどありますよね。あちょっと待って、な変なのおっしちゃったよ、すべてもう1回ですね。はいはいはい、はい、はい。で、ちょっと7日間をしますからね、7日間の上昇率ですね、ちょっと見たいので、1時間と24時間あるんだけど、7日間が一番いいですね。24時間っていうのはすぐね、上がったり下がったりって、値幅が大きいので、1週間でどうかって見るのが一番いいですね。 <laughs> はいいいかなで7日押しますでちょっと並び替えが始まるかなとあ9000%以上9000%以上上がってなりますねまたねえれ何で,ですかねこれあエリートちょっと待ってくださいねちょっと待ってください おいおい、これ何なんだ、これ。これ何なんだ、これは。この冷蔵庫みたいなの、何なんだ、これは。あ、これが上がってるんですね。ちょっとわかんないですね、これね。はい。これわかんないですね、全くなんだか。うん、ちょっとやめます。はい。あー、ちょっと元も,もっと戻っちゃったな。もう一回じゃ七7日かもしれませんね。ちょっとね、えー、ちょっと知ってる草コインがあったんで。少々お待ちください。 結構ね、あの、処理時間かかるんで、私のパソコンの東芝のインテルコア i7 が入ってるんだけど、それでも時間かかるんですよ。だから、あの、インテルのセルロンとかだったらもっと時間かかるのかなと。ここはドルとかの表示だからね。これ円に変わんないといけないから。変わった。で、ここは OK。7日押しました。そうしますと、9000%のエリート、 エリートって結構買ってますよね、草コインね。あ、2085%上がってますよ。エリート。エリート。あ、バニーコイン。バニーコイン、1527%上がってます。ラビットコインも上がってます。こう、一緒か。うさぎか。上がってる上がってる。エリートは結構たくさんの人買ったんじゃないですかエリートは。2406%上がってますよ。おいおいおい,おい、これすげえな、おいおいおい,おい。 エリートどうなってんだこれんで市場トレードサトシコインエクスチェンジあああだこのトレードサトシの価格がえー、なんかすごいすごいことになってんだよね他は安いんだけどねちょっとこれがどうなんだってことですよねうん どういうことなの日本語ちょっとわかんないですねはいまあ皆さんもエリート持ってるエリートとかバニーコインとかね持ってる人がいればちょっと見ていただきたいと思いますであとで、ね、今日最後に、えー、まずちょっとね、えー、一口雑談をやります はい。ということでね、あの、東京オリンピックがもう、とにかく東京オリンピックの準備をしてるときが一番お金が国から出るんでね。で、準備が終わった来年ですね。始まるときにはもうお金出てないから、来年は景気悪いんですよ。どこも一緒ですよ。オリンピックやった国はね。<laughs> だ来年日本はすごい景気悪いです。それでこういう表を作ってみました。好 <laughs> 景気の時ときと、 不景気の時と、まあ、あと個人的にね、まあ、育児、まあ、女の人は育児ついてと、まあ、男も育児あるけどね、あと病気になっちゃって会社も辞めなくちゃいけないとか、あとまあ、定年でね、年齢が重なって、えー、ちょっと <laughs> 肉体労働きついよと。まあ、こういう場合、まあ、どうするかってことでね、健康の時っていいんですよ。健康の時とか、まあ、育児とか介護があったらどうすんのと、働けないじゃんとかね、あと病気になっちゃって歩けないとかね。 外出れないとか、年齢とかどうすんのと。で、好景気の時だったらいいんですよ。ただ、不景気の時どうすんのと。いうことで、まあ一番ね、我らがヒーロー、公務員。公務員はどんな感じかというと、あ、ちょっと待って、公務員、サラリーマン、民間サラリーマンね、これ。あとは、まあ独立企業ですよね。まあこれは、まあ会社作ったりね、あとはフランチャイズに加盟して、セブンイレブンのオーナーになったりね、吉野家のオーナーになったりすると。 あとは、まあ、あの <coughs>、個人事業主として、あの、小さくやっていくっていうね。この辺は、だから、ケーキ屋とかね、パン屋とか、ラーメン屋とかも入りますよね。結構資本がいるんでね、何千万ってね。厨房を作ったら店使ったらね。で、これ辺は、まあ、あんま資本いらないと。自分の家でやっていく。背取りとか、ハンドメイド、雑貨作って、アマゾンで売るとかね。あと、メルカリで売るとか、ミントで売るとかね。あと、教室、まあ、お花教室とか、 マインドフルネス教室やるとか、いろんな習字教室とかいろいろあるよね。ソロ版教室とかね。まあ、こういうの可愛くていいよね。ピアノ教室とか。あとは株、債券、投資信託、仮想通貨もここにありますけど、あと商品ですよね。まあ、金とか、原油とかあるよね。あとは、えー、FX はね、デリバティブ取引なんですよ。だから FX 先物、オプションというのは一緒で、デリバティブ、金融発生商品なんですよね。株と違うんですよね。 で、やっぱりね、これ株債券、投資信託、仮想通貨商品っていうのはね、基本的には買いでしか入れないんですよ。株の空売りってできるんだけど、リスク高いんですよね。で、基本はここら辺っていうのは、えー、買いでしか入れないですよね。基本は買いでしか入れない。仮想通貨の特にね、まあ、仮想ビットコイン FX あるけど、基本は買いですね。<laughs> で、デリバティブっていうのは、もうどっちでもいいよと。どっちでもいいよっていうのがデリバティブなんですよ。金融発生商品なんですよ。 で金融発生商品って聞くと、なんか超やばいんじゃねえのと。すごい怖いんじゃないのと思うかもしれないけど、全然そうじゃなくて、すごい簡単です。簡単というか、まあ勉強しないとダメだけど、非常にリスクの低い金融商品なんですよ。こ,のここの株とかね、仮想通貨なんかよりも、全然、全く、全然リスクの低い金融商品なんです。ただ、難しいからね、勉強するの難しいから、 めんどくさくてやらなくてこみんなこっち行っちゃうんだよね。でも、勉強ちょっとでも勉強すればこっちの方が全然リスクが低いのに、先ほど言ったようにリターンがすごい大きいんですよね。はい。で、後景気の時は、公務員も OK だよね。はい。で、公務員は、不景気の時も結構いいよね。あの、不景気になったからって、公務員クビにならないから。ねえ、民間、<laughs> あの、民間はすぐクビになっちゃうけどね、最近は。 不景気に強いよね、公務員ね。で、ただし、育児、病気年齢、まあ、定年はあるよね。あと、病気になったら、まあ、傷病手当とかあるかもしれないけど、何年かしたらもう、やめてくれと。まあ、育児は育児休暇とかねあの、介護休暇とかあるからいいんだけど、基本的にはちょっと厳しいかなと、病気になったりね。定年した後、再雇用できるのかって言ったら、ちょっと難しいかもしれないね、公務員はね。 うんあまあ、ちょっとそういう問題、だからね、健康の時はいいのよ。あと介護の問題なかったり、親も健康でね、子供もまだとかね、まあ、もう大きくなったといいんだよ。サラリーマンは、ちょっとでも不景気になるとすぐ肩叩かれると。最近は若い人でも早くやめてくれと言われちゃうんですよね。で、外国人労働者のほうが安いじゃないけど、人件費と。なんだかんだなんだかんつってね。うん、あのひどい社長が多いですよね。 で育児、あまあ、育児、まあ、子供が生まれるって言ったら、じゃあやめてくださいとかね、とんでもないよね、民間企業は。あとは病気、が、は、ん、い、になったら、はい、やめてとか、とんでもないよね。で年齢、あえ55歳、はいもう給料半額、やめるあ、どうする、どっちでもいいよ。これひどいよね。まあ、僕がいたね三菱電機なんかも本当ひどかった。<laughs> ひどかった <laughs> ひどくなったね。うん、僕が入っ たのはもうバブル崩壊してたからね1993年でそれでね2年とか3年するとね派遣社員の人もどん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 クビになっちゃってねあの本社本社丸の内本社からね、まあ、使えない部課長部長がね工場にね,工場に,ね工場にやってきましたたくさんねで居場所がなくて毎日新聞読んで終わってインターネットで遊んで終わりっていうね、まあ、ひどい扱いされてましたね 仕事与えないんですよね。ほんで、辞表出,さ出すの待ってるって感じでしたね。ひどかったですよ。で、独立起業をするということ、サラリーマンもダメだということでね。独立起業してもですね、まあ、ラーメン屋始めるとかね、ケーキ屋さん始めるとか、お花屋さん始めるとかね。まあ、あの、会社、オフィス建ててね、なんか保険外交員の会社始めるとかね、なんでもいいよね。後継機の場合は もうな何やってもいいですよ、高景気の時は。でちょっとでも不景気になると売れないんですわ、競合他社で、あっちの会社の方がもっと安くなってるよとか、ラーメン屋やったってラーメン屋溢れてるからね、世の中ね。まあ、フランチャイズ店の大企業の方が勝つしね、やっぱり難しいですよね。で、やっぱり保障がないからさ、独立すると。定年退職、じゃ退職金あんのかっったらないしね、あの厚生年金も十分でかけないといけないから。 だから、まあ、育児なんかもやっぱりね、奥さんと2人で会社切り盛りしてたりね、会社とかコンビニエンスストアとかね、あとはお店、パイアンさんとか切り盛りしててもね、奥さんが赤ちゃん生まれたって、すごい嬉しいんだけど、まあ、1人ね人、人が減るからいや、結構大変ですよ。で、まあ、病気になっちゃったら、もうね、ぎっくり腰で腰痛になっちゃったりね。 したら、まあ、お店休まなくちゃいけないと。お店休むと売り上げないから利益もないと。で、まあ、やばいなと。あと、年齢もありますよね。いつまでも若くないので、まあ、どうするかと若。若くない人のところはね、なかなか難しいよね。あと、ドリり、ハンドメイド、教室っていう、まあ、あの、副業みたいな形でね、小さく始めるっていうのはこれいいよね。高景気の場合ね。だから、福景気の場合は、やっぱり、あの、たくさん、日本中で、 やっぱり何万人という人がねやってるからね、インターネットで背取り、まあ、アマゾンで売ったりさ、えー、ヤフーオークションで売ったりね、ねハンドメイドなんかもそうなんだけど、ミントで売ったりね、メルカリで売ってて、やっぱりもう山のようにいるし、ハンドメイドもですね、上手な人は上には上がいるから、やっぱ厳しいんですよね。あとは地元密着型の教室、これはいいよね。ピアノ教室とか、習字教室でやるとかね。 えカルタ教室とか、俳句教室とか、これいいと思いますよ。あと、育児は、やっぱりこう、好景気の時はいいよね。あの、家で、背取りとかハンドメイドとか、家でなんかできたりするからさ、教室とか。育児とか、まあ、病気になっても、ある程度家でできるからいいかなと。年齢化されてもね。だから、これは三角ぐらいにしといた。だから、不景気の時はもうダメなんだよね、やっぱりね。 で株債券、投資信託、仮想通貨、商品、まあ、原油とか、ね、金とかプラチナとかなんだけど、好景気の時は何でもいいから、ただ不景気になるともうダメですよ。価格が下がっちゃって、まあ、仮想通貨のようにですね、買ったはいいがもうなんだよって、10分の1かよとかね、20分の1になっちゃったよっていうのありますから、特に株はやばいですね、信用取引でやってた場合はね。 でただいく、まあ、育児の場合はっていうと、まあ、株とか、ここら辺はもうパソコンとかスマートフォンでやり取りするだけなので別に育児があっても関係なく、まあ、関係ないというか、まあ、家にいながらできるよとで病気になっても、まあえー、布団の中からスマホでできるとで年齢も関係ないですよね、まあ、目がしょぼしょぼするかもしれないけど、まあ、は,ずはずきルーペとかねかければ大丈夫と。 ではい、最後にね、FX、まあ、今 FX の勉強してますが、まあ、FX だけじゃなくて、先物とかオプションの、ね、勉強も一応、草コイン新聞。まあ、草コイン新聞っていうかさ、有料会員っていうの、ね、名前がね、ちょっと誤解があるから、まあ、草コイン新聞っていうのにしました。はいまあ、有料会員って一緒なんだけどね、今までの。草コイン新聞、まあ、新聞っていう名前なんだけど、一応動画ですから。 はい。動画とライブですからね。毎晩のライブなんですけど。まあだから、購読料、視聴料というやつなんだけども、FX だけじゃなくて、先物とオプションも絡めてですね、勉強していきます。それで、この3つをですね、絡めて投資していくことによって、まあ大体ね、1億円まではいくんだよ、ね、FX だけで。FX だけで。ただ1億超え、1億をこの10億にしようってなると、ビビっちゃうんだよね、普通の人は。 マインドフルネスやってて心臓に毛が生えてる人は全然余裕なんだけどビビっちゃうんですよ。だって1万円を10万円にするのと1億円を10億円にするのと一緒だからね。だから10円を100円にするのと一緒なんだけどビビっちゃうんですよね。で、今度じゃあ10億円になったら10億を100億にしようっていうさあ、あの草コイン新聞のプログラムがあるんだけど ビビっちゃうわけですよ。途中で10億がかさ、30億いったらね。じゃあ30億今度50億にしようって言ったら、ビビっちゃってもういいよいいよってなるわけ。で、そうすると怖いから <laughs>、やっぱりさ、このね、あのライン、あのこの帽子絵の上を歩いて、つってね、あの地面の上にさ、帽子絵を置いてね、その上歩いて、つったらみんなね簡単に歩けるんだけど、もうあの100メートル上のね、100メートル上空の えー、ビルとビルの間にね、その板木で、同じ幅の板木でですよ、置いて、この上歩いてって言ったら、歩けないじゃないですか、怖くて。歩けないでしょ、わずかこう、幅10センチしかない板木で。地面にね、アスファルトの上に置いてね、歩いてって言ったら別に、別にさ、よそ見しながら歩くじゃないですか。でも、あのー、高層ビルと高層ビルのね、屋上の間に、その、板をね、引いてね、置いてね。 歩いてって言ったら、よ、いやそっき歩いてたらんで歩けないの一緒なんですよ。要は、思い込みなんですよね。はい、ということで、その場合は怖いので、じゃあしょうがないってことで、えー、パラシュートを背中につけたりね、あとは命綱つけたりしますから、そうすると全然怖くなくてね、先物とかオプションをつけてやっていけば、えー、1億を1あ一1万円を10万円、10万円、100万円。 1>, 1億を10億、10億を100億までできるということはね、不景気でも関係ないんですよ。不景気になれば不景気になるだけ、実は FX、先物オプションってね、儲かるんですよね。で、実は、好景気では不景気でもなくて、全然全く相場が動かなくても、儲かるんですよ。実はオプションってそういうのがあるんですよ。レンジオプションっていうのがあって、レンジの中に入ったらお金あげるよっていう保険があるんですよね。 <laughs> とか何でも儲かるっていうのがこのデリバティブなんですよねあとは <laughs> まあ病気、えー、育児病気年齢も関係ないですねはいだから好景気不景気でも、えー、家にいながらまあ布団に入りながら1億でも10億でも100億でも狙えるのがデリバティブ取引ですはいでデリバティブって言うと怖いじゃない騙されちゃうんじゃないかとか全財産を失うんじゃないかとかそうじゃないですから もう一最初1万円しか使わないんですから1万円を100億円にしようとそういうプロジェクトを草子ン新聞ではやってますということでねあの今日はそれぞれの,それぞれの、えー、お仕事の立場においてですね好景気、不景気育児、病気、介護年齢を重ねて、まあ、定年退職したあと、ね、年齢が重なってまあちょっとそう体力的に、ね、きついっていう人にとってですね どのようなお金の儲け方の選択肢があるかについてお話をさせていただきました。それでは千葉県松吉よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。